よし。大丈夫、吹雪。ずいぶん大きな荷物ね。差出人は？もし、おはようございます。は大丈夫？床に置いとくと危ないし、ちょっと邪魔ね。とりあえず机の上に置いておくよ。さすが高性能ロボットのロボコ先輩、実家らお持ち。よいしょっと。え？もうフォートナイトできないのかな。感想それでいいの？痛くはないのかしら。なんか全然痛くない。とにかく捕まえないと。ここにも、そこにも、どこにもない。もう事務所の中はそこら中探したわよ。どこ、僕の民衆。当のロボコ先輩が結構のんきだから、なんだか気が抜けちゃうね。なんて探すの疲れちゃったんだもん。一体どこに。あ、そういえば、あの荷物って何だったのかな。それ差出人が書いてないんだよね。宛名は？まだ見てないや。これ、宛名がロボコ先輩になってるわよ。え？え？これって、ロボコ先輩の、僕の右腕だ！よいしょっと。それでくっつくんだ。手紙が同封されてますね。見せて見せて。ロボコさんへ、楽しく毎日を過ごせていますか？さて、ロボコさんはゲームばかりしているので、もうそろそろ腕のパーツにガタが来ているのではないでしょうか。利き腕なんか特に。ロボコさんのパーツは長い間放っておくと緩くなっちゃうから、その前に同封した新しいものに乾燥しておいてください。それじゃ、これからも元気でね。ロボコ先輩、そんな仕組みになってたのね。結局誰からの荷物だったんでしょう。誰からだろうね。あ、でもさ、ゲームできるようになってよかったね、ロボコちゃん。うん、そうじゃ、フォートナイトできるじゃん。みんな一緒にやろうよ。あ、私はフォートナイトわからないから。いいじゃん、やろう、教えるからさ。なんか忘れてるような。